大津川は、千葉県鎌ケ谷市、柏市を流れる利根川水系の一級河川。手賀川流域の24.2%を占め、手賀沼最大の流入河川となっている。鎌ケ谷市くぬぎ山5丁目、くぬぎ山駅東口を水源とし緩やかに投流する。源流部は、串崎日田水路という名称であり、周辺は、鎌ケ谷市北部の畑十や果樹園が集中する地域である。 串祉先に行った水路は、北初富駅北部にて、入道たまり水路へ流入し、阿波野の,の鎌ヶ谷市立第三中学校裏手付近にて、松戸市五校六味を起点とする、柳沢水路を合わせ大津川となる。続いて、鎌ヶ谷市立北部小学校手前で、南初富四丁目を起点に、鎌ヶ谷市街地を北流してきた破設水路を合わせ、流れを北へ変える。 流路の広がった大津川は川地橋より、左岸プロムナード区間となり、終点の白畑橋より一級河川指定区間となる。さらに須ケツ付近で、松戸市境より流れてきた南木戸水路を合わせ、柏市へ入る。低木の大谷地を流れていた大津川は、水田地帯を流れるようになり、両岸は一部ほど落とされている。高柳北部にて上大津川と合流する。 河川改修による整備が進み、河川幅が広がった流路に、左岸から多くの雨水感染が注いでおり、流量が増加していく。柏市中心部から続く、市街地と大月急市街地に挟まれた低地を進み、川口の手軽米注ぐ。源流部の水路が集まる地域から、スケツカンオチという別名がある。流路延長1 1 9キロメートルのうち、 巡洋河川指定区間は1290メートル、一級河川指定区間は7900メートルとなっている。大津川を形成する各水路の延長は、串崎日田水路、入道溜り水地2700メートル、柳沢水路2038メートル、波節水路2730メートル、南木戸水路1200メートルである。支流の上大津川と、 高柳新殿貯留地に接続する上、大津川支線も、巡洋河川に指定されている。川口付近、奥は、ひ取り橋かつての大津川は、河川幅3の4メートルほどで蛇行しており、工作道もあまり整備されていなかった。当時の用水源は湧水、雨水、河川からの汲み上げ水のほか、昭和初期に下流部に設置された、竜巻の堰からの導水を考え用水として、 中華流部で使用していた。ところが、昭和30年代以降の高度経済成長により、これらの水量は減少するとともに、水質汚濁が進行し、農業用水確保が困難となっていった。また、流化能力不足で高宇時には氾濫を起こすようになった。この頃になると、手賀沼沿岸の水害抑止のため、国営手賀沼管託土地改良事業によって年に、 手賀排水機場が完成。これに伴って周辺の機関用水施設の整備が進んだ。手賀省南部においては泉用水機場が1963年度より着工し、柏市、湘南町、白井町にまたがる900ヘクタール以上の高地において農業用水が確保される運びとなった。そして大津川沿岸の農家408名が1964年3月に 手が沼土地改良区へ編入され、大津川工区の設立とともに、県営補助整備事業が開始された。大津川については1965年2月26日告示で、宮下橋より下流3500メートルが一級河川に指定され、稼働拡幅や農道、洋排水路整備が進んだ。これらは関係農家の現部によって、用地確保が行われたことによる。 補助整備事業は1970年3月に完了し、暗挙排水工事、大津川下橋といった二帯工事の後、1978年度に全事業が完了した。総事業費は7億7800万円、うち25%が地元負担となった。宮下橋より下流型、河川改修により拡幅されている、河川改修の進む大津川大津川では、 中華流域周辺の第一部の都市化に伴って流出が増加し浸水被害が頻発するようになった。そのため、千葉県は1980年4月5日、国事改正で一級河川指定区間を白旗橋まで延長し、同年度から広域基間改修事業として河川改修を進めている。関根橋より下流六百四十メートルを全体計画区間とし、 川口より、用地取得、堤防整備、橋の掛け替えなどを実施している。2000年度には、千葉県、湘南町、柏市やボランティア団体等で構成された、大津川多自然型川づくり懇談会が組織され、大津川遊歩道などの環境整備について、検討されている。その後、河川改修は2005年度に、総合流域防災事業として、見直しが行われ、 現在も続いている。大津川の西部では、東部の打線沿いに宅地造成が進み、雨水流出増加に対応するため、柏市が雨水管線の整備を進めている。大津川左岸には、第1排水区から第8排水区までの排水区が設定されており、1号が戸張、2号が東、柏、八幡町、3号が永楽台 豊か四季から日立大や名都が谷にかけて、4号が芝浦方面、5号が南が丘、6号が坂西、富士心、7号以降が上大津川周辺にかかるものである。中でもメインの幹線は3号から6号にかけてのものだが、これらは本流の河川改修が進んでいなかったことから、公共下水道としての整備が長らく行われなかった。 河川改修が中流部まで進むと、2000年度に放流協議が開始され、事業認可を得てゆくこととなったが、千葉県による河川改修計画の見直しの影響もあり、認可は進まなかった。そのため、大津川佐賀台三号雨水幹線では、柏市の単独事業に切り替え、2004年度から2006年度までの3年間整備が行われた。 大津川左岸第六号雨水管線では2002年度から2004年度まで東部の打線橋梁西側に逆塞多目的調整地が整備された。貯留促進が主目的だが浸水空間としての機能を持たせている。大津川左岸第四号雨水管線では2005年度の事業認可取得以降整備方針の検討が進められ2009年度に着手。 大津川接続部200メートルの整備後、2010年度から2013年度までの4年間で、真潮第3調整地から、真潮雨水貯留池までの1750メートルの工事が行われた。また従前より、公共下水道として認可されていた大津川左岸、第2号雨水幹線も、文京学園跡地の宅地開発の進展に伴い2005年度以降、整備が進められた。 上大津川については、東部の打線橋梁より上流部の暫定整備以外、未着手の状態であったが、2007年6月10日の集中豪雨によって、流域の高柳東栄団地が部分冠水したことを受け、早期の河川整備が望まれるようになった。また河川整備は去ることながら、上流域の高柳新田処理打についても問題視された。松戸市、 柏市境付近に存在する、この貯留地は、柏市旧湘南町に位置するが、当時の湘南町より土地を無償譲り受けした松戸市が整備、管理を行っている。そのため、柏市内の上大津川の水位の様子を把握せずに、水門の開閉を行っていたことも、水害の一因と指摘された。なお、高柳神殿貯留地のほか 高難台3丁目には高難台調整地が存在するが、こちらは柏市の管轄となっている。河川改修が本来なら望ましいものの、本流の河川整備の進捗が遅く早期着手が困難な状態にあることから、暫定対策として高柳駅西部にて進められている土地区画整理事業において、2カ所の調整地を域内に整備することとされた。また、 柏市は国の補助金を利用し、稼働を180メートルにわたって70センチメートル掘り下げる工事を2010年度2011年度に実施し、冠水対策に努めた。その後本流の河川整備が進み、上大津川合流点まで完成見込みとなった2014年度に上、大津川整備の現地調査、基本設計が開始された。 五カ年計画で2018年度の事業完了を目指している。かに内橋より下流方、関根橋より上流区間については整備が着手されないままであったが、1980年代以降鎌ケ谷市内の都市化が急激に進行。下流部の整備進捗を待つ状況ながら早期整備が望まれていた。鎌ケ谷市は1983年3月24日に、 白畑京より上流を巡洋河川に指定。1988年に巡洋河川区間の稼働整備計画を策定し、河川幅2.8から4メートルでの削除、木削で整備を進めたほか、毎年度の春節を行った。支流の破雪水路でも1984年度から1993年度まで、ボックスカルバートの付設などの整備が進められた。 千葉県も1992年度に白旗橋から三大橋までの810メートルについて、稼働掘削、春節を先駆けて実施し、巡洋河川区間の水位が下がるなどの効果を得られた。その後千葉県は1993年度より、関根橋から白旗橋までの河川整備計画の策定を開始しているが、現在の整備完了区間はまだ、関根橋まで達していない。 完了予定年度は示されていないが、鎌ヶ谷市内に至るまでは、かなりの時間を要するとされている。源流部における調整地の整備も同時並行で実施されている。1992年度から1994年度にかけて、柳沢水路の水源に、5個一文字貯留地が整備され、松戸市、鎌ヶ谷市で流域面積比に応じて、 総事業費4億7500万円を負担した。その間1993年度に破雪水路にて上流部の水路拡幅が鎌ヶ谷市単独事業として行われ、拡幅部分が破雪貯留地となった。串崎日田水路においても串崎新田貯留地の整備が進められており、二千六年度に基本設計、場所選定が行われ、二千七年により地質調査、 用地取得が開始された。用地取得の進展に合わせて2008年度と2010年度に部分工事がなされ、暫定型として供用開始している。2014年度にさらなる増強が行われ、容量2300立方メートルとなる予定。波雪水路上流の南初富五丁目においても2013年度より貯留地の整備が開始された。現在は、 串崎神田貯留地の増強、南初富五丁目貯留地の整備が、鎌ヶ谷市で進められているところである。大津川緑道戦後に、日本一悪い手が沼の水質が、社会問題となったが、そのお田区の、約4割が、大津川から流入していたという。水質対策として1976年度以降、春節や大津川浄化施設整備などの治水対策が、進められた。 1989年度から1994年度にかけては、川口付近の帳にて、歴間接触参加施設の整備が行われた。これらの取り組みによって一時的に改善傾向が現れたものの、その後再び悪化したこともあり1996年度に、手が沼総合浄化計画が策定され、多自然型川づくりを進める取り組みがなされた。その中では、 大津川浄化施設の改修のほか、昭和40年代よりおだくの進んでいた大津川、佐賀第六号水管線にて、新たに、坂西河川浄化施設が設置され、2001年4月より、稼働開始。雨水管線の全量を取水し、80%の除去率で放流している。その後の雨水管線の水質検査では、除去率を上回る効果が得られている。 鎌ヶ谷市内では都市化の進展に比して上下水道の整備が遅れていたことから、巡洋河川大津川に対し1984年度より建設省の補助事業である雑排水対策緊急モデル事業を策定し、1987年度より事業を開始、下水道整備済み地域の処理施設を活用した汚染負荷軽減が進められた。白旗橋付近より1日1 0トン程度を処理する。 他にも阿波の地域の雑排水共同処理施設整備や合併浄化層の普及を進めている。また2001年には上流部の環境保全のため約9000人の市民が大津川遊歩道を求める陳情を行った。その後10月には地元説明会が開催され、白旗橋から河地橋までの間の休行地を利用した大津川緑道の整備が2002年2月から3月に かけて行われた全体計画は330メートルであったが、白旗橋から270メートル部分の整備のみがなされている。これらの取り組みの結果、大津川上流部の BOD 値は2002年度において、阿波のグラ下32.6、三郎橋45.6であったものが、2006年度においては、阿波のグラ下9、三郎橋8.3まで改善した。現在は、 鎌ヶ谷市緑の基本計画に基づき、支流の派設水路沿いの市内最害のキリン地である、阿波野の,の森周辺を緑地公園とし、流域の自然環境保全が進められている。入道たまり水路と、柳沢水路の合流地点上流より、掲載河地橋より下流方、関根橋より下流型、ぐ根橋より下流型上流より、掲載、健全な水順関係構築のための計画づくりに、 向けて、第7小モデル調査における技術的検討事例。鎌ヶ谷市議会会議録平成5年3月定例会、第1回準備要可線の指定について、鎌ヶ谷市議会会議録平成7年12月定例会、第4回本校は、柏市塚崎にある竣工記念の石踏み、塚崎支部土地改良事業概要を参考にしている。 か、手わし議会会議録平成15年だ。一回定例会。か、手わし、月水道事業年法平成十四年突破か、しわし会会議録平成十二年だ。三回定例会。か、手わ市議会会議録平成1六年だ。四改定会。か、手わし会会議録平成年定例会。か、手わ市議会会議録平成15年。 第2回定例会柏市議会会議6平成19年。第1回定例会柏市議会会議6平成20年。第3回定例会柏市議会会議6平成20年。第1回定例会柏市議会会議6平成19年。第3回定例会柏市議会会議6平成19年。第4回定例会柏市議会会議6平成21年。 1> 第一回定例会柏市議会会議録平成二十三年。第三回定例会柏市議会会議録平成二十五年。第四回定例会鎌ケ谷市議会会議録平成十二年六月定例会。第二回鎌ケ谷市議会会議録平成十年九月定例会。第三回鎌ケ谷市議会会議録平成十八年九月定例会。第三回鎌ケ谷市議会会議録平成二十六年三月定例会。 1> 第1回鎌ヶ谷市議会会議録平成25年12月定例会。第4回千葉県議会会議録平成8年2月定例会。第5日目千葉県議会会議録平成4年12月定例会。第5日目総合河川環境整備事業。柏市議会会議録平成11年第4回定例会。柏市議会会議録平成13年第3回定例会。 柏市議会会議録平成14年第1回定例会、鎌ヶ谷市議会会議録平成13年、建設常任委員会、鎌ヶ谷市議会会議録平成16年12月定例会、第4回鎌ヶ谷市議会会議録平成19年12月定例会、第4回鎌ヶ谷市、議会会議録平成26年3月定例会、第1回。ありがとうございます。